使ってなんかちょっとした焚き火をしたいんです。ああ、そういう時とかだとさっきお話したと思うんですけど、割り箸入れるぐらいだったら本当これぐらいとかでも十分なサイズです。サイズによって名前が変わって、はい、こっちからライト、タイタン、キャンプファイヤーっていう、うん、まあ、ちっちゃいサイズがこの大きさを言ってるわけですね。そうですね、まあ、大きさによって名前が変わるんですけど、まあ、ここにもし物を乗せたらここから投入をしていくんですけど、はい、本当小枝とかそういうのを入れていくような形になってまして、そうです、ここから入れてっていう。でこの特徴として、こう穴が上に開いてるじゃないですか、はいはいはい、これはあの二次燃焼構造って言って、こう下でこう燃えきれなかったガスが上に来てそこで酸素と混ざって1回燃えて2回燃えるっていう、まあ、そういうのになってるんで、まあ、一応二次燃焼っていう呼び名がありまして、煙が少なかったり火力が強いっていうのが特徴ですね。そして次はなんか金網とかいるんですか。これで、まあ、もし、まあ、網よりフライパンの方がいいかもしれないですね、うん、この辺のサイズってなるといいですね。それなんか手頃な感じで、はい、本当一人用のサイズぐらいちょうどいいんですけど、はい、でこのフライパン面白くてハンドルが内側に倒れるんですよ。まあ、なんであの場所取る、通常だとこういう感じですけど、はい、まあ、どうしても収納するときに場所取ったりとかするので、でこう乗せると。なるほど、はい、で ここから燃料をちょっとずつ投入するっていうぐらいのサイズ感でもいいと思います、ね、ちょっとあの座りながらやりたいなっていうのがあるんだけど、はい、椅子掛けなんかなんかありますか。椅子はそんなに種類が実はないんです。簡単なやつでちょっと追っかけられるような、ちょっと座るぐらい、はい、背もたれはあった方がいいですか。あった方がいいかもしれない。背もたれがあるのだと、これ最近入ってて背もたれもちょっと高めになってるので、はい、結構くつろいで座れるようになって。これ椅子じゃないですよね。これはテーブルですね。いやよかった、はい、座らなくてよかった。ちょっと座ってみていいですか。あ、どうぞどうぞ。こんにちは、長野インターネット局と申します。よろしくお願いします。今日はあの長野県はここ、茂田井ですかね。茂田井って言ったり、住所的には稲葉、はい、にあるキャンプショップに来ておりますけど、そこの店員さんの田中さんに来ていただきました。よろしくお願いします。すいません、自己紹介お願いします。はい、長野キャンパルの店主の田中と申します。田中さん、はい、今日今ちょっと最初からあの紹介してもらったんですけども、はい、ちょっと初心者なんですよね、はい、私何かちょっとキャンプ今年は始めたいなと思ってるんですけども、はい、どんなのがこうおすすめでしょうか。そうですね、キャンプでどんなことがしたいかにもよったりするんですけど、はいはいはい、まあ、例えばもうとにかく焚き火がしたいとか、例えば焚き火するにしてもあの芝を傷めないようにシート引いてくださいねとか、あ、まあ、そういうのがあのはキャンプ場によって規則があると思います。まあ、早速なんですけども、先ほどからこのちょっと横に置いてあるこれ何でしたっけ。これソロストーブのタイタンっていうあのちっちゃいタイプの焚き火台ですよね。その、まあ、焚き火シートっていうのは大体キャンプ場で敷かなきゃいけないことに最近なってきちゃってるので、うん、あ、なってるんだ。で、まあ、それの上でっていう、焚き火シートってちょっと見たことないんですけど、ああ、ありますよね。まあ、種類いっぱいあるんですけど、はい、これは燃えないんですか。燃えにくいって言ったらいいですかね、うん、はいはいはい、炭とか直接落とせばやっぱ燃えちゃうんでしょ。大丈夫、瞬間で1200度とかでなんで、まあ、さすがにずっとあったらちょっとあの、まあ、焦げるような焼けちゃうような部分はあるんですけど、うん、いきなり穴が開くとかですね、そういうのはないものにはなってまして、うん、耐火素材になってるんで、こういうのを敷いていただいて、はい、そしてさっきの、まあ、ただこれだとあの、まあ、熱持っちゃうんで、うん、芝の上とかだとどうしても熱伝わっちゃうので、はい、ここにやっぱりその木の板とかを敷いていただくのが一番いいとは思うんですけど、はいはいはい、もうちょっとあの地面から離れた焚き火台であれば、はい、まあ、これ敷いていただいて、まあ、万が一火の粉落ちても、まあ、芝が焼けないっていうようなものになってまして、うん、サイズはいろいろあるんですけど、はい、これちっちゃいタイプです、ね、もっと広いやつはないんですか、この場合ぐらいの大きさ。大きいのあります。あの大きいのが、はい、大きいのだと3630円で、はいはいはい、これぐらいのサイズが、はい、いいですね。こっちの方が安心でね、なんかね、焚き火台のサイズによって変えていただいてますね。はいはいはい。そして全くその
宙に浮いた状態で使うのってありますか？おお、これですね。はい。ステンレスで綺麗なやつですね、なんか。で、しかもあの組み立てがすごい簡単なんですよ。はい。なんかあんまり簡単だとそのなんか風でも引いた時に壊れちゃうなんてこと。ああ、そういうことは基本的にはないですね。うん、なんでこれだけコンパクトにはなるので、で置いて広げてっていう。これだと本当に焚き火感覚でこうくべていけばいいんですかね。あ、そうですそうです、くべていただければいいですし、こういう五徳もついてるんで。ああ、なるほど。なんであのここにフライパンとか乗せて煮炊きしたりとかですね、うん、そういったこともできるようになった。四角いやつもこれコンパクトになるものにはなってるんですけど、はいはい、これも先ほど あのソロストーブの焚き火台と同じように、はい、二次燃焼するような機構になってるので。ってるんだ、これいいね。はい、なんでちょっとこっちのサイズ S ですとちょっと薪のサイズ限られるので、はい、まあ、通常ですとこっちの奥の大きいタイプ。うん、いろんな種類あるんですね。そうですね、その上のも同じですかね、このちょっとコンパクトな。これはどっちかっていうとあのコンパクトなバーベキューグリルみたいな感じですかね。焼き鳥屋さんみたいな。そうですね、あのこれ焼き鳥が串焼け落ちずに済むぐらいのちょうどいいサイズ感になってるんで、本当あのイメージにこんな感じです。あ、いいっすね、はい、あ、これやりたいな、っていうのができるようなものになってます。これやりたいですね。でこれ自体はこれも収納が非常にコンパクトになるんですけど、はい、風にも強いんですか？その使う燃料が割と風に強いものにはなってるので、通常の炭ではなくて別 の, あの専用の燃料があって。専用なんだ。はい、それを使っていただくことを。割 り,、ね、割り箸じゃない方がいいですね。あ、そうですか。はい、ダメですね。専用の燃料を使っていただくことで非常に、お肉とかもふっくら焼けるようになります。でこう最後に足を回すと収納っていうことですかね。はい、もうこれで収納ができるので、ね、結構コンパクトになります、うん。まあ、どうしてもただ、まあ、ここから熱出たりとか、まあ、あとどっかからか火の粉出たりとかっていうのもあるので、うん、一応そういう焚き火台とかを使う場合は、まあ、キャンプ場の指示によりけりなんですけども、うん、まあ、ただ最近だと結構もうそれを敷くのがもうマナーみたいな感じになってきてるので、うん、はい、まあ、特に言ってないキャンプ場さんとかでも、まあ、敷いていただくのが一番いいと思いますね。そうですね、あとはあのあれば薪をつかむ火ばさみとか。そういうのはどこにあるんですか、ね、そういったのがあると、まあ、さらに、はい、基本的に全部バラ売りっていうか別々にいろんなものがあるんですけど、うん、もう火ばさみとかも本当多種多様で、はいはいはい、まあ、こういうアルミ製の軽いものもあれば、はいはいはい、こうちょっとこう指向性の高 い, あ い, いです、ね、見た目がかっこいいものもあったりとか、まあ、はたまたそういうの、そこまでいくとなんか凝ってますね、なんか。もう思考の域にはなっちゃうんですけど、これとかですと、この持ち運ぶときにこれコンパクトに。コンパスかと思っちゃった。なるので、よ。すげえ。目かな。はい。これだけ、ね、長さが短くなったりとかしてコンパクトに持ち運べるっていうのもあったりとか、はいはいはい、様々なので、本当その皆さんがどういったものをこう、なんだろう、必要とされてるのか。うん、に応じてご提案するものは変えてますね。燃えかす、はい、焚き火した時の燃えかすとかあるじゃないですか、はい、それをまあ、今キャンプ場さん大体あの捨てるところ用意してはくれてるんですけども、まあ、ちょっと炭捨て場まで遠かったりとか、もう本当もうその場でもう入れて持って帰るっていう場合もあると思うんですけど、そういう場合はこのさっきの、はい、あの焚き火シートと同じ材質でできてるので、火消し袋っていうのがあって、すごい。もうここに、まあ、炎があんまり出てない落ち着いた状態の置きになった状態のものであれば、はい、ここに入れていただいてチャック閉めると自然消火します。でもなんか炭になってどんどん燃え始めるんじゃない？あ、いえ、もうほぼほぼまあ酸素に触れなくなるので自然消火します。ただあの入れた時に袋かなり高温になるんで、やっぱりあの木の上とかダメですし、やっぱ芝のとこでも焼けちゃうんで、まあ金属製 の, あの耐熱のテーブルの上とかにまあ置いていただく必要はあるんですけども、まあこういった便利アイテム。あ、なるほど。それはちなみにおいくらぐらいなんですか？
これがですね2200円です。あ、まあ、結構あの火消し壺っていう金属製のこう、はい、コンパクトにならないのはよくあるんですけど、はい、まあ、そうするとやっぱ邪魔になっちゃったりするんで、これだとね、これだともう本当畳めばこれぐらいになって持ち運べるんで、っていうかそのシートと一緒に持って入れていけば、そうですね、あの、まあ、中に入れるとどうしてもあのもう使った後で汚れちゃってたりとかするので、まあ、これとこれも一緒に持って行っていただければ一番いいかなと思いますね、うん、なんかありますかね、どうしても必要なものって、あともうこれがあるよ、あればいいよ、あ、椅子はさっき言いましたね、さっき、はい、そしてあと朝来て肉を買ってくるとか、そうするとアイスボックスとかはどうなんでしょう。今あんまりクーラーボックス置いてなくて、はい、あそこになんか冷蔵庫みたいなのありますね。これはもう 冷やす方だね、もうね。これガス管で冷やすんですよ。あ、ガスボンベのやつで。はい、あのカセットコンロとかの、はいはい、本当ポータブル冷蔵庫なんですよ。カセットコンロ1本これ、はい、ご家庭でによくあるやつあるじゃないですか、はい、これ1本で20時間これ冷やしてくれるんですよ。すごい、車の中入れといても大丈夫ですか。車の中はあのさすがにこれ火がついて、はい、で熱交換して冷やしてるんで、はい、車の中はちょっとやめた方がいいですね。やめた方がいいね、はい、まあ、ただあの、まあ、ガス管以外でも普通にあのACのコンセントとかからも、うん、できる、電源取れるんで非常用の冷蔵庫だったりとかに使われる方もいらっしゃいます、ね、でも結構高いですね、なかなか。ただ最近あのクーラーボックスも、まあ、性能が高く、他のクーラーボックスも性能が高くなってきた反面、うんうんうん、まあ、値段も結構上がってきてるので、そんなにその辺と比べるとそこまであの高いっていう感じではないですね。あ、なるほど。で保冷剤とかこれ使わなくていいので、まあ確かにね、そうです。なんであの連泊する時とか、はいはい、まあ、そういった時とかには非常に重宝します。そしてなんか寝袋周りちょっと見えついちゃったんですけど、はい、これもなんかピンからありそうな感じですね。あ、そうですね、あのどうしても中に入ってる綿の材質とか、はい、外側の生地とかによって値段がこうぐんと変わってくるんですけども、うん、この辺とかはダウンの生地になってるので、中綿になってるんで、はい、どうしても値段は6万とか、はいはいはい、7万とか、はい、しちゃうんですけど、やっぱ暖かさとかっていうのは全然違うので、違います、はい、とあとコンパクトさが変わりますね。どうしてもあのダウンではなくてあの化学繊維の中綿になると、うんうんうん、まあ、その分ボリュームが出がちなのでどうしてもかさばっちゃいます。とかあとはその生地自体がこれ糖質撥水生地だったりするんで、うん、っていうのもどうしてもあの保温力の敵って水分なんですよ。水分あの含んじゃうと保温力低下しちゃうので、はい、まあ、なんで体の中 の、ね、あの湿気は逃がしてあげて、外から付着する水滴は弾きますよっていう生地だったりとかもするので、そういったのの違いもあったりはします。まあ、なんでこれとこれが大体あの同じ温度帯ぐらいですかね。ほう、まあ、なんでやっぱり赤い方が赤い方がこれダウンが入ってる、ダウン、おー、いいやつですね、はい、まあ、なんでよりコンパクトにはなってるんですけど、はい、でこっちはその化学繊維系なんで、はいはいはい、どうしてもちょっと一回りぐらいの違いますよ、ね、はい、サイズ感は出たりします。これ国内でも展示してるとこあんまりないですよね。珍しいテントなんですけど、前聞いた時50万とかって言ってますね。あ、これは23万ぐらいですかね。あ、そんぐらいですか、はい、防水なんですかやっぱり。あ、もうバッチリ防水で台風 の風ぐらいも、はい、一応耐えられるようにはなってるんですけど、すごいですね。これあの中側2本と外側2本の合計4本のポールだけで作られて、こんなに大きい、はい、まあ、ただ生地はしっかりしてますけど、鉄っていうかこれアルミですね。アルミなんだ、はい、最近のテント大体アルミのポール使ってるんですけど、まあ、軽くて丈夫っていう、なんかグラスファイバーみたいなのも昔あったけど、そう、あの割とそっちの方がコストが安めで強度も低いんですよ、グラスファイバーだと。あ、そうなんだ、はい、なんで最近のだと、まあ、こうそれなりの値段がするテントは大体アルミのポールを採用はしてますね。まあ、この辺とかのビールは結構あの入手が困難なビールメーカーだったりとか、はい、ブランドとするんですけど、はいはい、あとはクラフトビールって言うとどの辺の産地？あ、これは山梨ですし、これは静岡とかですか、ね、うん、なんか英語で書いてあるからなんかみんな輸入物かなと思っちゃったけど、あ、違います違います、そうじゃないんですね、はい、もう基本的には日本のクラフトビールとか、はい、ハードサイダーって言ってリンゴのお酒だったりしますね。逆にこういったお酒だけ扱ってるっていうような感じで、あ、そうです、あのちょっと珍しいもの、お、はい、をちょっとだけですけど、はい、じゃあこういった珍しいビールとか欲しかったらここへ来ると
そうです、まあ、そんなに種類がないんであれですけど、はい、いやでもね、入荷情報はあの SNS に出したりとかしてるんで、まあ、その都度買いに来られる方もいらっしゃいます。なんか飲んでみたいっていうかね、ちょっと1本ぐらい買ってってちょっと味わって、まあ、なかなかあの普段こう買えないような銘柄のものもあったりするので、おうおう、あ、そうですか、はい、それは面白いですね。そうです、仕入れるのも大変な感じだったりする。あ、そこら辺の苦労って何かこうメーカーさんと提携してるとかってのあるんですか？あ、いや、もうオンライン注文なんですよ。オンライン注文するんですぐ売り切れちゃったりとかするんで、はいはい、タイミング逃すと、まあ、これ仕入れだからやっぱりそのお酒の免許ないと仕入れないられない。そうですね、あのもちろんあのその許可は取って販売はしてます。なるほど、素晴らしい、はい、この辺結構 LED ライトいっぱい、はいはい、ちっちゃいものから大きなものまでいろいろ。結構充電とかそういうタイプもあるんですか？基本的に今もう内蔵バッテリー式ばっかりですね、はい、はい、多分一昔前ってあの単一電池とか入れたと思うんですけど、うん、そういうのはもうほとんどなくて、なんか、あ、やっぱり今リチウムイオン電池とかも非常に発達してるじゃないですか。なんでそういったその充電式っていうのが大半ですね。なるほど、はい、まあ、中でも結構あの防災にも役立つようなアイテムもあって、はいはい、このライトとかはこれ LED ライトなんですよ、はい、でこあの充電は USB 口ついてるんでこれで直接 USB 挿して充電っていう、はいはい、で懐中電灯のような感じでにあるトップライトともう一回押すと、はい、はい、周りが明るくなるんですね。あ、そうです、そっちの方が早く電池割っちゃうとか。まあ、なんで、あ、いえ、これで7時間ぐらい持ちます。持ち、それ持つんだ、一晩、はい、でしかもあの明るさの調節も無段階でできるんで、これ防災用品とかで買ってく方もいらっしゃいます、ね、いいですね。まあ、よく最近よくみんなそのバッテリーでっかいのありますけど、これも結構人気なんじゃないですか？高いか。でもこのゴールドってとこのバッテリーが、まあ、しっかりしてるんですけど、どうしてもちょっと値段はするのでそんなに頻繁じゃないですよ。でもやっぱりその年始の、地震とかの関係で、まあ、こういったののお問い合わせは実際に増えてます。これ30万円ぐらいするんですけど、ただなんでかっていうと、その AC のコンセントの出力がとっても高くて、最低というか2000ワットの出力があるので、例えばあの IH クッキングヒーターとか、あとティファールみたいな瞬間湯沸かし器とかトースターとか、そういったのが一通り使えちゃうんですよ。電子レンジもいけるね。電子レンジも大丈夫です。そういったあのヘアドライヤーとかももちろん大丈夫なんですけど、はいはい、まあ、そういうスペックに応じてやっぱ値段って変わってきたりとかするので、こう発電機とかだと音うるさいとか排ガス出るとか、まあ、あとちょっとその取り扱いの部分とかありますけど、まあ、これだとまあ音とか排ガスとかも全然出ないので、まあ、なんで、まあ、用途にもよるんですけど、まあ、こういったのをあの代わりに使われる方もいるという話は聞いてます。なるほど。田中さん自体もキャンプやるんですか？私もうキャンプがの趣味で、はい、趣味が高じてお店を始めたんです。おお、素晴らしい、はい、もうこっち前違うとこにあったんですけど、へ、こっちの今の稲葉のお店になってからは2年ぐらい。あ、そうなんだ、はい、お店としては4年間ぐらいやってるんですけど、はい、どういうとこ行かれるんですか主に？まあ、あのお店始めてから、はい、ほとんど行けなくなっちゃったんですけど。あ、そうなんだ。逆にね、夏とかはあの白馬の方にある青木湖って湖でのとこにキャンプ場があるんで、そこであの、うん、カヤックとかそういうウォータースポーツしながらキャンプとかしてます、ね、今年はどうですか？行けそうですか？毎年友達と行ってるんで今年も行きたいと思ってます。キャンプが大好きでお店を開いちゃったっていうふうに先ほどお聞きしたんですけども、はい、最後に、キャンプ田中さんのそのキャンプの魅力ちょっとお聞きしたいなと思いまして、はい、なんかありましたでしょうか？私あの娘が2人いるんですけど、はいはいはい、もう3歳と1歳の時から一緒にキャンプしてるんですけど、はい、もう本当あの家族みんなで楽しめる趣味みたいな感じになってて、でなおかつあのキャンプをするのが何ですか、手段というか、まあ、ゴールというか目標じゃなくて、はい、まあ、キャンプはあくまでも何かをする手段の一つであって、はい、でやっぱりその観光、地元の観光をするとか、うん、まあ、あと長野に来てからだと湖で水遊びするとか、はい、まあ、そういったそういうアクティビティと組み合わせてこうできるっていうのが、まあ、非常にいいなとは思ってますね、うん、でしかも
もう男女でもう性別年齢問わず職業も問わずで、はい、みんなでなんか火を囲んで楽しめたりとかっていう部分が、まあ、非常になんか普段味わえない楽しみだなっていうふうに思ってますね。やっぱ火を囲んでみんなでこう泊まったりなんかするとどんな感じでしょうかね。もう私たちでこう結構もう焚き火をしにキャンプに行ってると言っても過言ではないぐらいなんですけども、まあ、本当なんであの焚き火囲みながらおのおの料理してまあ、たわいもない話とかっていう感じが、うん、もうなんかもう心が癒されるというかっていう魅力はありますよね。そしてこの長野キャンパル、はい、今後はどんな風にしていきたいっていうようなこう夢はあるんでしょうか。そうですね、今お店始めてだいたい4年経つんですけども、はい、まあ、2年ぐらい前から年に1回キャンプ、まあ、2、300人ぐらい集まるキャンプイベントは戸隠で開催してるんですけども、すごい、まあ、なかなか、まあ、我々人数も限られてるのでそんなにいっぱいはイベントごととか、まあ、できない状態ではあるんですけども、まあ、やっぱりその、まあ、せっかく長野に私自身は移住してきてるので、はい、まあ、いろんな方たちとこうアウトドアアクティビティというかキャンプとか楽しみながら、まあ、よりこう、まあ、子どもたちも含めて長野っていいんだなっていうふうに思ってもらえればなと思ってます。その年に1回 の、 そのフェスティバルは、はい、県外の人も結構参加されるんですか。あ、いや、もう8割9割方長野県内の方で、はい、あと周辺の新潟群馬とかあと関東圏とかですかね の、 あのキャンプ好きの方々にお集まりいただいてます。皆さん楽しみにされてるんでしょうね。そうですね、もうあの今年ももうあのいつやるんですかとかっていうお問い合わせがあるぐらいで、まあ、なかなかそういう場面もないので皆さん楽しみにされてますね。大体何月頃やるんですか。例年10月に、あ、10月、はい、戸隠イースタンキャンプ場さんというところでもう貸し、オール貸し切りでやってます。先ほどちょっと移住っていう話が出ましたけど、はい、あれその話ちょっとお聞きしたかったですね。多分その話してないですもんね。もしよかったらどちらからまずこれ。もう移住して8年ぐらいになると思うんですけど、はいはい、私出身は千葉県の市原市っていう、そうですか、はい、あの出身でして、で8年前にこっちに移住してきたんですけども、うん、まあ、妻の実家長野市っていうのもあったりとか、はいはいはい、まあ、あと長女が小学校に上がるタイミングで、まあ、どこにその生活の基盤を置いたら、まあ、先々いいかって言った時にこの、まあ、妻の実家である長野市をその生活基盤に選んだっていう形ですね。なんか環境とかそういうことでしょうかね。そうです、まあ、妻の実家の方が、まああのまあ、子育ての協力する場であったりとか、はい、まあ、あと自然も豊富、まあ、千葉も豊富ですけど、まあ、そういったところであのいろいろ楽しめるっていうのもあって、うん、こっちの方に移住をしてきました。なるほど、まあ、移住して8年ってことなんですけども、はい、ますますこうキャンプが好きになっちゃったって感じでしょうかね。そうですね、まあ、あのキャンプだけじゃなくて本当自然豊かで湖もこの辺3カ所あったりとか、まあ、川もあったりとかっていう風に、まあ、遊ぶにこと足りないような感じにはだってなかなかこう回りきれてはいないんですけども、まあ、長野市周辺だけじゃなくて長野県内いろんないいところがあるのでもっともっと私自身も開拓していきたいなとは思ってます。なるほど、はい、まあ、お店の方でもなんかいろいろイベントやなんか考えてるってお聞きしたんですけども、はい、その辺何かありますか。まあ、今月で、まあ、なかなか頻繁にはできないんですけど、うん、今月は今ここでお話ししている場所で、あ、まあ、手作りキャンドルワークショップ、はいはい、粘土のようにこねて作るキャンドルっていうのがあるんですけども、はいはい、まあ、それを、まあ、お子さん一人でもいいですし、あの親子でやってもいいんですけど、まあ、そういった体験ものづくりができる場をご提供できればなと思って計画しています。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。レトルト、レトルトみたいにこう茹でる感じですね。なるほどなるほど。フリーズドライの、あ、フリーズドライなんだ。そこどれおかしいな、なんか野菜にしては変だなと思そう、乾燥させてあるのでやっぱ味が濃いですし、はい、風味もありますし、おー、はい、いいですね。